どうも、あえちゃんです。今回なんですけれども、おでん復刻しないのっていう話についてね、皆さんにしていきたいなと思います。ということで、まあ、おでん欲しい方って結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。今、現環境で1位をずっと君臨続けるおでん様っていうことで、まあ、おでん復刻するのをしないのっていうことについて話そうかなと思っているんですけれども、まずね、黒ひげの誕生日の時にですが、復刻できております。まあ、黒ひげのガチャ引いた人もいっぱいいるんじゃないでしょうかっていうことで、シャンクスの誕生日の時も、誕生日ガチャっていうことで、めちゃめちゃ引いた人めっちゃいるんじゃないでしょうか。さらにですが、ロジャーの誕生日に、あ、ロジャー復刻だーって盛り上がってて、めっちゃ引いた人もいますよねっていうことで、2月22日っていうのが、そう、おでんの誕生日なんですよ。おでんの誕生日だからこそ、引く人めちゃめちゃいるんじゃないでしょうかっていうことで、今回おでんのガチャが来るんじゃないのかなと予想しております。で、今ね、まあ、ヤマト、カイドウ、ルフィが来たと思うんですけども、まあ、12月、1月、2月って感じで来たと思うんですけども、運営めっちゃお金を取りに来ましたよね。で、さらにおでんを出せば、新規ユーザーが増えてると思うので、まあ、新規ユーザーは、やっぱり、おでん好きな方って結構いると思うんですよね。なのでそこで課金を誘う。まあ、それが運営のやり方なのかなと、あえちゃんは思っております。で、切り替え日もまた2月28日にはなってるんですけども、まあ、その後切り替えでまた違うキャラですかね。まあ、ルフィの対策キャラが出るんでしょうか。また違う対策キャラが出るんでしょうか。もうね、バウンティーラッシュの環境がコロコロ変わりすぎて、私はついていけないです。ということで、皆さんちょっとね、おでんの復刻を楽しみにお待ちしましょうということで、今回は以上となるんですが、ちょっとね、おでんの動画をね、少し撮っておりますので、皆さんにお披露したいなと思います。では、どうぞ。では、おでん復刻するっていうことで、予想したんですけれども、まあ、おでん本当に復刻するかな。まあ、こうやってね、誕生日の時に、まあ、過去にこうやってガチャで事例できてると、まあ、本当に復刻するんじゃないのかな、と、あやちゃん思うんすよね。皆さん、意見としてはどうですか？おでん復刻すると思いますか？あやちゃんはめっちゃしそうだな、っていう予感はしております。で、とりあえずここで旗を抜きの、で、ちょっと、おでん同士の対マン嫌だな。俺、おでん同士の対マン苦手なんですよね。トツカ逃げ、トツカだけ逃げよ、トツカだけ。あ、やべ！ほら、早速やられてゆく。まあ、これは、吹っ飛ばしいの。うえい！ちょっと怖いっすね。二人は、え、どこ行ってんね。ちょ、さすがにね、二人はきついんで、ここ一旦離れたいところ。で、ここ、ちょっと、いや、行って。で、とりあえず、下に行こうか。下に降りよう。これやべ。HP がないんで、で、ここ一旦どうしの？オーケー！ほら！ルフィなんて枯れてしまうって、このままね、裏に戻って、肉を取りに行こう。肉大事で、このままね、D 型取れそうなんで、D 型取っていきましょう。おでんっていうのはこうやって、裏取りが強いんで、ね、倒すんじゃなくて、ほんと裏を取りながらね、回していくのが一番いいと思います。まあ、こうやってね、裏を取っての、旗をとりあえず守りのって感じですね。お、敵またルフィ先輩ですね。ルフィ先輩ちょっと倒したいですね。まあ、スキル打ったところを、なんか欠かさず狙っていきたいなって感じですね。で、ここら辺ですかね。で、ここでスキルをぶっ走の、ドーンと、生き残ってますね。ゲイ火力が違うんでね。もう攻撃力アップしてるんで、あぶね、あぶね。とりあえず、お、ナイス。で、ここ、裏、取れそうだね。ここ取っときましょうか。で、ここ取って、もうおでん早いんでね。はい、余裕で取れちゃいますと。で、ここは一旦、やべ、スキルで逃げての、で、あれは味方が、あ、やべ。いや、危ねえ。あ、やべ。ちょっと助けて、ヘルプミー。やべ。いや、ナイス。うわら、やっぱり、おでん強いっすね。ありがとうございます。まあ、一戦目は、結構、たまたまよく勝ちましたっていうことで、二戦目も頑張ってやっていきましょうということで、まあ、あやちゃんね、そんなにおでん使いこなせません。まあ、皆さん、おでんどうでしょうか？私はね、皆さんにちょっと、うまいプレイ少しでも見せられたら、ちょっとね、いいなと思います。ということで、やっていきましょう。まあね、おでんの強みっていうのは、ほんと裏取りしながらね、あと無敵があるのと、トツカがあるのが強い。まじ、トツカ早すぎて避けれねえし、もう無敵もうずるいしね、普通に考えたら。で、ここはどうしましょうか？一旦、お、ナイス、レイリーさん。オッケー、ここでスキルやっての、一旦逃げよう。ちょっとね、
で、一旦ここのナミちゃんを攻撃しの、やべ、やぶね。いや、ちょっと、危ね、危ね。ギリギリ、相手のカイドウのスキルは逃げていく。成功回避成功しの。で、回避したところをここで、無敵を、ドーンと、オゲー。もうね、カイドウの HP があんだけしかないと。で、こっちも火力も上がってるんでね、味方が倒れることによって火力も上がっていくんで、ここで裏トツカを欠かさず、ドーンと、俺、見た？これが裏トツカでございます。ちゃんとこういう坂道だとやりやすいんでね。自分でタゲ合わせたら勝手に下にポーンっていくんで、やりやすいですよね、ここのステージは。で、ここは旗を取っていきましょう。これがおでんの強いところなんですよね。倒してもすぐ旗を抜けるっていうところが強いですよね。この後ちょっと立ち回りちょっと自信ないですね。ロジャー3体は、きついですね、私としては。あー、これどうしよう。やべ、一旦逃げろ！オッケー！これまた強いところ。皆さん、この無敵がまた強いんですよ。普通に考えて、逃げれるんですよ、こうやって。逃げれるところ強くないです。ここでとっつ、あー、やべやべ。いや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 、もう混乱。確率よ、確率。5% じゃねえ。ガチャの方が、いいから。マジで。まあ、ここはとりあえず、おでん復刻するまで待ちましょう。復刻じゃねえや。復活ね。復活。待ちましょう。で、ここで復活させーの、で、ブーストだよな。もう、ブーストギリギリなところで死んじゃったから、一番タッチ悪い死に方しましたね。で、どうしようか、ここから、どうしようかな。裏行ったところで裏行けるかな。裏なんで犬とか？うい！犬！犬さん、犬さん！どうしましょうか、犬。相手死んとこ相手死んとこ相手したところで負けるの嫌なんで、一旦逃げよう。ここのレイリーだけでも倒しといて、はい、それは。で、ここ一旦無敵で、オーケー。無敵はやっぱ強いですね、ここが。とつかで、やべ、逃げよう。ここは一旦逃げよう。よし、いやー、カムサリ当たる、当たるのそれ、マジで。やーべ、カムサリ、いや、死ぬ。ちょっと待って、ここ取れるそう。うわー、けどナミさんの電気が、やべ、回避失敗した、回避した。やべ、ごめん。けど、強いところは皆さんに見せられたらかなと思うので、まあ良かったかなと思うんですけれども、ちょっと私の今のね、ちょっと下手だったんですけど、カムサリー、あ、これちょっと取られちゃう。ここは味方がどうにかしてくれるでしょう。ナイス、いいね。で、ここから逆転することができないですけれども、まあ皆さん、逆転は難しいかと思うんですが、まあこんな感じで、おでん強くないでしょうか。ありがとうございました。では本日のおまけっていうことやっていきましょう。皆さん、私の狙いはバギーのみと、あとネゴマムシも欲しいですね、正直。出るでしょうか。はい、とりあえず1点、まあ、4点以上で確定。お、3点、あ、4点もあるじゃん。4点あるやん。待って、来た来た来た。これは私が狙ってるバギーだったりネゴマムシ来るんじゃないでしょうか。バギー来たら嬉しいですね、正直。楽しみですね、このガチャが。お、ゲッター、誰だ？あ、ナミちゃんか。ナミちゃん、ありがとう。まあ、コーラでもありがたいんでね。まあ、そこはね、でもないんじゃないの、これ。あ、終わったな、これ。あー、もうクソったれー！